FM Naha. Your radio station. Okinawa.27日金曜日、時刻はお昼1時となりました。こんにちは。こんにちは。セブンウップスマイコのヘッポコラジオ、セブンウップスキラキラドラムのマイコです。そしてアシスタントのカメラマンのツルです。台本渡したよね。今日いつもいいんですよ。いつも生放送でお届けしているんですけれども、いつも本当に台本なくてゆるっと始めてるんですけど、今日はつるちゃん、今日はしっかりしようねってさっき台本渡したんですけど、この人全然見てないんだね。これ携帯の書いてたよ。私ちゃんと音量下げようと思ったら、アシスタントカメラマンのツールですって書いたんですけれども、あ、早速なんかヘッポコなところ出てあります。さあ、この番組はヘッポコマイコによるヘッポコのためのヘッポコのラジオです。完璧じゃなくていいんだ、ヘッポコでも全然いいんだよーと背中を押す番組です。今日はそんなヘッポコ感が全くなさそうな方がゲストに来てありますよ。自己紹介お願いいたします。はい、崎山和葉です。よろしくお願いします。すごい、ありがとうございます。いやもうこちらこそ。待って、カズハさんと並ぶとさ、肩幅のでかさがすごい、うん、ちょっと半分にしとこう。これ違うでしょ。これツイキャスね。見てツルちゃんのカメラの方が今ツルちゃんに近い。ツイキャスを配信してるんですけど、あの横並びなんですよ。その、はい、ツイキャス見ていただいたら分かるんですけど、映像でねご覧いただけるんですけど、 FM ナハって調べたらすごい肩幅。つるちゃんそんなことないよ。待って、一回マクちょっとカメラチェックするね。チェックしてみて。肩幅やばいわ。ちょっと半分にしとく。そう、ごめんね。先生、ラジオを聞きの皆さんちょっと分からず、すいません。ね、そう、すいません。私ちょっと今日マスクつけさせて。コロナのあれですもんね。念のためね。そうですね。そうですよね。偉いです。ちゃんとそういうの考えて。カズハさん、はい、まあ沖縄県内でカズハさんを知らない人はいないとは思いますが、まあ、自己紹介的なもの、はい、沖縄のタレントでありモデル活動もされている崎山カズハさん。はい、私ね、昨日調べました。ありがとう。すぐ調べるからね。ウィキペディアあった。ありがとう。うわ、そこから引っ張ってくれたのね。すごくないですか？ウィキペディア、めっちゃ、はっ、いると思って。でもたまにさ、嘘書いてるよね。ウィキペディア。そう。たまにね。まあ、そこはバツイチとか、もし間違えたらね。そうなの。訂正してください。そう、間違いがあったら結婚してないのにバツイチとか書かれる人いるよ。あ、私ね、バツイチ子持ちをひたすら隠しているっていうことになってたらしいから、ちょっとありがたいですけれども。そんなこともあるんですね。嬉しいよ。すごい、カメラ引いてくれたけどあんまり変わってない。やっぱそれは持ち前の。大丈夫です。そうです。やっぱ持ち前の肩幅よ。お母さんに感謝して、もう堂々と行こう、この肩幅。せや私も、うん、あのウィキペディア調べてセブップスで、はい、初めてできた時があったんですよ、うん、あ、ウィキペディアがセブップスウィキペディアできてるよってなって、うん、見た時にボーカル七重、うん、ギターみちる、うん、ベースケイタ、うん、ドラム、うん、マキオって書かれてます。アルファベット表記なんですよ。まあいい子がで、うまい、このね、愛と K が入れ替わっててマキオになってました。いやー、素晴らしい。ウィキペディアちょっとそういうとこあるんですね。カズハさんのウィキペディア教えてくださいよ。間違えてたらちゃんと言うから、うん、言ってくださいね。プロフィールいきますね。生年月日1984年2月27日生まれ。正解。36歳。正解。36歳か、そうだな。そうなの、沖縄県。年女なのよ。あ、そっか。はい、お、自覚ないけど、うん、いや、見えねえ。その年齢言われても嘘だって思っちゃう、逆に。あらあらあら。那覇市、首里出身、うん、そう、正解。血液型は A 型。正解。ここまで乗ってんだっていうのやつ。まあ身長は164センチ。はい、正解。3サイズは3サイズ乗ってるんすよ。
これいいっすか、いいっすか、どうぞどうぞどうぞ。85、上から85、うん、61、うん、87でございます。うん、ちょっとよく書いてますね。そうなんだ。どこの部分かわかんないけど、お想像にお任せして。よく書いてんだ。よく書いてます。でもあの数値的で言うとボンキュッポンですね。うん、うん、そういいよね。ちゃんとボンキュッポンよ、ボンキュッポン。理想よね。ボンの上ビョンになっちゃう。ボンビョンビョンはダメじゃん。すごい、もうこんな感じでね、めっちゃ事細かく書かれてて、うん、3サイズまでバレてんだと思って。そうそうそう、なんかあの事務所がモデル事務所、うん、オフィスリゾームというところなんですけど、ここに所属してるとやっぱりどうしても3サイズが必要になる。もうそれ出すんですね。提出するプロフィールの中に入ってるから、これはもうね書かれてても OK。 へー、これってやっぱちょっと詐欺る人もいるんですか。そう、ただそれをやっちゃうと実際のフィッティングの時に全然違うから。増減ありますもんね、人間だもの。そうそう、あるのよ、あるの。だからその都度もしあれば言うけど、できるだけ増減のないような人生を送んないといけないんです。すごい、モデルさんとかってやっぱそういう制限が、てかもうそれが仕事ってことですかね、その数字を守るじゃないですけど、ね、体型維持。そうで、やっぱりさ年齢重ねるとさ、うん、いろいろ変わってくるわけよ本当に。そこなんかすごいいっぱい出てきそうな気がしたんで、それはじゃあ後ほどのフリートークで聞きたいと思います。はい、うん、一応この番組がですね、はい、へっぽこラジオっていうタイトルでございまして、はいはい、いつも冒頭ではへっぽこなエピソードを紹介するんですが、笠原さん全くへっぽこなエピソードないイメージが、うん、もうしっかりしてる。確かに MC もよくやってるし、だって CM もね、国保でしたっけ、うん、紫コスモス色に変わるよって。そうなんです、コスモス色に変わります。今月までですからね。あ、だから今日コスモス色なんですか。あら、そうだよ、やだ、すげえ。そうだよ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 、やっぱ計算されとる。しっかりやっぱその辺しっかりしてるから、へっぽこなことがないわけよ絶対。ないよ、ないない。いやもう私はへっぽこな人生すぎて自分のへっぽこ忘れちゃったもん。逆にね、うん、もうそれがへっぽこって、もういいところしか覚えてない。デージュポジティブ。そう、え、じゃないですか、特にこれといったエピソードは。だってさ、あ、まずちょっと自分の話する前に、うん、一個このへっぽこラジオに出る前に、うん、つるちゃんがさ、はいはい、送ってくれたわけよ YouTube。 送ったの。です。でもそのチョイスよ、チョイス。どれのやつ送った。え、田中圭太選手、西川翔吾くん。あー、最近のやつですね。最近、あ、ゲストが出てる時のがいいかなと思って。あ、こんな感じよって。全然参考にならなかったんじゃないですか。あのヘッポコを超えるものはないと思う。いや、翔吾さんが邪魔しすぎなんですよ。本当にすごい秀逸。全然話が前に進まない。すごかった。で、最後さ、今でしょ言わないよ、今でしょって言わないよって自分で言ってたし。もう面白いなと思いながらね。そうです、この数々、一応ね、うん、ヘッポコラジオもゲスト何人か出ておりますよ、うん、シンガーソングライターのしおりちゃんとかも出てくれたり。そうね、あ、地元も一緒、うん、はい、やったんですけれども、はい、それもほとんど台本なく、田中圭太選手の時も台本は作らず、うん、ただ今日はカズハさんだからしっかりマーク、一応段取り考えてきました。すごく綺麗な台本。だってさ、すいません、あの皆さん、舞子がつるちゃんは話聞いてないとか、うん、話飛ぶっていうけど、私いつもこれを持たされないんですよ、これを。なんで、はいはいはい。で、そう言うじゃないですか、うん、さっき渡したのに読まないんですよ、この人。てか、どっちもどっちも一回も目通してないでしょ、まだ。確かに本番ちょっと前に渡された。今よ、通してます。今さっきあのうなぎ食べてたんで。そう、美味しかった。豪華なお昼、美味しかったね。差し入れがあったんですよね、急なさすらいの人が。本当にもうすごいかっこよかったから、写メ撮ったんですけど、その方の男性ね。後で載せてください。ちょっともっとかっこよく加工して載せようかなと思ってます。ありがとう。じゃあどなたからの差し入れなのかも楽しみつつ、はい、じゃあ私ですね、うん、ヘッポコなエピソードとしましては、うん、あの今日午前中に、うん、あのヨガをしてきたんですよ。へえ。で、その前にあの普通にちょっと別のヨガの前に、うん、ちょっと出先があったんで、ちゃんとした格好でスニーカーで出かけてて、でヨガ教室に着いて、靴下とか脱いでヨガマットを引いてヨガのポーズで、はい、足がね近くに来るシーンがあるんですよ、ポージング的に、うん、足くさってその時え、ちょっと待って思ったら、私いいんですよ、違うんです、足普段臭くないんです、靴が臭いんですよ。たまたまその時今日履いてるスニーカーが臭いスニーカーで、うん、今もそれで、そうだね。ってことだよね。そう、ちょっとヘッポコって思って。後で匂い嗅がして。他の生徒もいるじゃん、ヨガ生徒、うん、
あ、ごめんなさいって思って、で、まあ、傘髪にいるの、うん、最悪窓側にいるからね、霜じゃないんだ、霜じゃないの、髪にいたから、髪にいた、多分今日ちょっと教室中に私のおいにいが、私のおいにいが広がってたからヘッポコこれやれば許されるヘッポコポーズ、私は絶対やらないこれヤースーがね作ってくれたポーズ、あ、かわいいヤースーてな感じで、うん、皆さんからリスナーさんからのヘッポコお便りも募集いたします、うん、番組後半で紹介しますので、もうこんな程度のやつで大丈夫なので、この足臭かったっていうヘッポコで全然いいので送ってみてください。そしてですね、今日はカズハさんがゲストで来ておりますので、カズハさんにも1時間たっぷりいろんな話を聞きたいし、していただきたいなと思います、はい、お願いします。ということで皆さんもぜひカズハさんへのメッセージ、質問どしどし送ってください。メールの宛先780@fmnaha.jp 780@fmnaha.jp までお願いします。懸命にヘッポコラジオをお忘れなく、はい、ということでここで1曲お届けしたいなと思います。なんか久しぶりにドキドキするので、うん、この曲チョイスしました、はい、セブップスでドキドキいや、かわいいかわいいかわいい、いや、曲がかわいいこれ流れてますよ。いいね、いいね。ツイキャスをご覧の皆さん、こんにちは。こんにちは。武蔵さん来てますよ。お、あ、武蔵ん、舞子ちゃん、鶴ちゃん、ゲストのカズハちゃん、こんにちは。こんにちは。こんにちは。あ、カズハさん、ウィンウィン、毎週拝見してますよって。ありがとう。ゆりちゃん、サーキーとのやりとり面白くて情報が参考になるのでありがたいですね。ありがとう。明日もあるから見てね。そうだ、そうか、ちょうど明日ですね、土曜日。あ、万代さんからも、休憩中です、この後仕事に戻ります、ヘッポコメール送信しました。 ありがとう。見れてないのかな、じゃ聞けてないってこと、後で見てね。ね、後からツイキャス、うん、YouTube にアップされるのでお願いします。はい、岡沖さんも来てるね。こんにちは、岡脇さん。ちょっと見ます。今日はスカイプコンサルのため岡山の自宅で待機してます。へえ、岡山、私ね、桃太郎でね、猿の役やった、幼稚園の頃。あ、幼稚園、あ、すごい。岡山って桃太郎でしょ。そうです、そうです。おい、猿が一番目にね、こう退治するときに乗り込んでえい、そういう演劇覚えてますよね。覚える。きびだんごですよね。きびだんご前半しか聞きませんが楽しい話期待してます。ありがとう。あ、長谷川さん、ウィンウィンって来てますねありがとうございます。ちょっとね、自分のねメモをねどこにそれでさっきからさわさわさしたんですね本当だ、カズハさん意外とヘッポコなんだかわいい、そういうとこがあるんですね。あったあった、ほらくっついてる。いや、メモやばいやばい、メモのあのクオリティっていうか、あの保存方法雑じゃないですか、もうくしゃくしゃですよやばなんかちゃんと手帳とかに挟んでるとかじゃないんだ、裸で入れちゃうタイプなんだ。あたりこのペンにぐるぐる巻いてたいや雑ほんとやだ。いや、カズハさんと何度も会ったことあるけど、うん、いや、こんなにがっつりちゃんと長時間話すってあんまりないじゃないですか。そうそうそう。いや意外、カズハさん意外と天然っすよね。天然ではない、天然っていうか養殖、天然の人、天然の人自分で天然ってやっぱ絶対言わんよね。天然っすよ。意外と しっかりしてそうで、しっかりしてないっていうか。全然しっかりはしてない。いや、しっかりしてますよ。これはしっかりはしてないな。マジいっぱいあるけれども、けれども今日頑張るね大丈夫です、ヘッポコラジオなんで頑張らなくて大丈夫です。そうですね、なんかもう緩すぎて逆にごめんなさい、ね、そう、逆に緩すぎて言っちゃいけないこと言いそうになったりとかお家にいる感覚になっちゃってそれそれそれ、やばかったら鶴ちゃん横からこれやってカズさん、それ言わないわけですよって大丈夫です、マネージャーっすね、じゃあそうそうそうこれカズハさんが買ってきてくれました、ゲストなのに。お茶ありがとうございます。え、ワンコーラスだけにしようって言ったのに、すてからよ、忘れてた。いいよ、聞きたい聞きたい。すいません、あざます、もう終わりますすごく聞きたい。
晴れてきましたね。ほんとだ。明日大雨らしいですけどね。嘘でしょ。明日朝からあれ。お届けした曲はセブプスでドキドキでした。ドキドキ可愛いね。はい、セブプスマイコのヘッポコラジオをお届けしているのはセブプスキラキラドラムマイコとカメラマンのツルとゲストで崎山和葉です。はい、よろしくお願いします。いやドキドキ可愛かった。久しぶりに聞いたかも。いい、ね、懐かしい、うん、懐かしいね。何年前だろうってぐらいのやつなんですけど、さあここからは、はい、ゲスト崎山和葉さんの、さっきは知っちゃうかったか、葉葉名前変えようかな。ヘッポコ、あ、ごめんなさい。崎山和葉さんのとことんパーソナルな部分にありがとうございます突っ込んでいきたいなと思って、トークテーマこちらです。和葉という女。かっこいい。やっぱねこういうのをちゃんと作っていこうと思って。初めてじゃない。ちゃんとやってるんですか。たまにやるんすけど。たまにやる。久しぶりにやったね。久しぶりだね。最近手抜いてるから。久しぶりにちゃんとしようと思ったらうまくスイッチングができませんでした。だから最初なんか入ってなかったもんね。エコーどうしたんだろうと思って。もう一回やる。うん、大丈夫。大丈夫、もういい。お腹いっぱい。でも私という女は私も知りたいから、うん、あ、そっか、いい機会かも。逆に他者から見える自分像みたいなのもありますよね。そう一応ね、教えて。質問が届いてたんですよ。お、え、何届いてた。過去形。はい、え、届いてる。もう消えちゃった。募集しまして。大丈夫。大丈夫、ある。残ってます。よかった。ね、和葉さんへの質問募集したところ来てまして、はい、ありがとうございます。こちら和葉さん、はい、自分のお守りジュエリーありますか、うん、ジュエリー、お守りジュエリー。まあでもあれですかね、モデルとかタレントして表に出るからやっぱ着飾るじゃないですか、うん、アクセサリーもしっかりねつけたりするし、で、うん、今日も可愛い白いの。これね、近所ゆうかちゃんというモデルさん。あー、ゆうかさん。ゆうかちゃんがね作ってるの。え、これ何ですか。布のお花ですか。布白いお花の花びらなんだけど。そう布花で、あのここなんかね天然石がついてるの。ゆうかちゃんのピアスは全部天然石を使っているのが売りで。特徴なんすね。かわいい。揺れるから。かわいいよね。かわいい。こんな感じで。お守り。あ、でもね、ジュエリー、お守りジュエリー、お守りジュエリー、ジュエリー、あんまりこのつけることができる機会が少ないんですね。ないんですけれども。そうなんですか。そう例えば最近でもウィンウィンの時にブレスレットはよくしてるかな。これも私物ではないんですか。衣装ですか。ブレスレットは私物のことが多い。それ以外は衣装で入ってくるから。そういいですよね、衣装。そう、ありがたいね。なんかそうやってモデルさんとかタレント業やってるとやっぱ衣装が増えるじゃないですか、うん、私服とかはじゃあもうめっちゃある。あ、逆にあるんですか。すんごいあって逆に捨てられない。でも衣装ってスタイリストさんが持ってきてくれる場合もあるけど、まだまだ全然もう自分で。あ、自前でどうぞの時もあるんですか。もちろん自前で何パターンも持っていく時もあります。広告撮影も自前の時があって、夏、ね、まあそうそう、冬の間に夏の撮影とかするから引っ張り出して。ですよね。買いに行こうと思ってももうお店がそもそも売ってない。売ってないからもう取っておくの。無難なやつ、シャツとかもあったら3色色違いして。すごい持っておくから結構クローゼットにしまいきらない。あ、そもそも和葉さんがそのモデル目指そうとかタレント目指そうってなったのはどっちから最初ですか。最初は高校生の時に、うん、私本当にもう人前でこう授業中も発表するのが苦手で。うっ そう。あ、じゃあはい、ここ答えどうぞって言われたのも嫌なのよ。答えるのが人前に出るのが嫌。本当に嫌で、もう親友としか喋らないぐらいだったんだけれども、うん、姉が3人いて、年離れてる姉が、うん、でその長女の方が、私4女ね、はい、で長女の方が先に就職するじゃない、うん、そしたらなんかこういろんな人の前でプレゼンしたとかいうのを聞いた時に、うん、将来私無理だなと思って、それを直すためにダンスを習いに行った。高校生に
入った時に、高校入学と同時にダンスを始めて、そしたら入ってすぐにテレビ番組作りますってなって、それが初。でそのまま抜擢されたんですか？そう、スタメン。入ってすぐ？入ってすぐ、びっくりして。でその時にこうカメラが向いたら私も一緒に逃げるっていうぐらいの時で、もう撮らないでって思うぐらいだったんだけれども、多分それ見透かされたんでしょうね、うん、MC をやれと。あ、君はもうダンスで、うん、ダンスじゃない、じゃないよ。そう、ダンスのコーナーもあるんだけど、まあ、その番組を仕切る、あのキャンキャン、ゆきさんととっちゃんが2人が当時の MC だったの。へえ、あれですか、あの覚えてるかな、DJ デビュー 4J ポップっていう。あ、違います。え、違うんか。当ててくれ、ちゃんと当ててくれ。あれかなと思った、あるじゃん、ダンスの弾けてブンブンかい、うん、それ、あ、それアクタースクールね、その後なんだ、うん、時期的には後だね。そうそうそう、あ、そうだったんですか。そうそうそう。でもそれも MC は今までやったことないないですよね。じゃあどうしたんですか。もう大変よ。だからもう本当に大変の中、誰かが教えてくれたり、キャンキャンのお二人が引っ張ってくれて。すごい贅沢ですね。なんかその事務所の人がこうやるんだよとかって教えてくれるとかじゃなくて、あの時はもう本当現場、もう実践あるのみって感じで叩き上げ。そうで、その後に、まあ、そこは卒業して、うん、一般公募されたドラマに受けたら受かって主役をさせてもらって、それが大学、短大時代、はあはあ、その後に東京の事務所が決まって上京して、でその時に女優、演技がしたかったので。そうなんですか。女優志望ですっていう形でオーディションを受けに行ったら、事務所所属が決まったんだけど、このゼネラルマネージャーが、崎山最初はリポーターのオーディション受けようって言って、へえ、そんな気がするって言われたの。そうなんか、いろいろあるのかなだから、あ、私そうなんだと思って、うん、まあ、でももうやっぱね、プロだから、うん、皆さんマネージャーのプロだからもうお任せしますっていうことで、オーディション受けに行ったら撮ったの、レギュラーを。すごい。そう、海外のクイズ番組の海外に行くリポーターも撮って、と上京して最初の1年はほとんど海外。へえ、うん、その中でだって初めてから、まあ、そっから初めてキャンキャンのユキさんたちと一緒に MC やってから、うん、短大でそれで行っても、言うてもまだちょっと年数的にはそんな長くないじゃないですか。そう、長くないし、ジャンルがまた全然違うから。ですよね、海外でしかも全国テレビのやつで、うん、ネットのやつ出るってプレッシャーでかくなかったですか。もうなんか何もまた一からになっちゃったから、一人喋りっていう形になっちゃったので、もうカメラがどこ向いて今何撮ってるかも分かんないわけよ。どうしたんですか、その時の学びって。風間さん的には何から学んだんですか。もう一緒に行くチームも最小人数、カメラマン、音声さんが照明もやるから二人で一つでしょ、でマネージャーついていけない、メイクもいない、スタイリストもいない、でディレクターさんと私だから4人。あれって衣装も何も、もう全部自分なんですか。あの時は衣装は持たされた。あ、これでも自分で、これ着ていってねみたいな感じで、自分で持って行って、でも組んではくれるから衣装は出るんだけど、自分で保管して、そうメイクして、で現地でコーディネーターさんと通訳さんと合流。すごいかな。そうそうそう、そういう感じだったから、もう毎晩もう収録終わったら反省会でカメラマンさんが見せてくれるの、こんな風に映ってるんだよって。僕がここを見てた時にどの画角で、今何を見たいかっていうのを学べって言ってくれて、あ、ちゃんと教えてくれた、ね、めっちゃ優しいですね。そう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 、なんか本当その方たちいなかったら今何もできてないです。じゃあ芸能生活って何年目になるんですか。20年。長いの。なんか今年20年。そう、20年。おめでとうございます。すごい、20周年ありがとうございます。すごい。そう、正確に言えば21なんだけど、1年はミス沖縄として活動したので、ちょっともう、省い、そう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 、すごい。そうなのよ。そうだよね、ミス沖縄2年連続でしたっけ。ちょっとね、期間が長かった。2011と12 11と12か、すごい。もうほど遠いよね、うちらからしたら。
そうだよ、ミス？ミス絶対ダメだよ。慣れないよ。いやいや、でもあの時はね、語学をやってたからちょうどよかった。何のですか？英語ですか？韓国語。あ、その時なんですか？韓国語。韓国語を学んで、うん、ちょっと喋れるようになって、今なら役に立つかもと思って受けた。すごい。そしたらちょうど海外へのプロモーション力入れる年だったのでハマって。すごい。カズハさんのこの努力もそうですけど、その引きつける運みたいなのも。運はいいと思う。運だけはヘッポコじゃないと思う。すごい。そこ、運いい人いますよね。いるよね。あと、うん、なんだっけ、あの松下電器の松下何さんだったかな、幸之助さんが面接で聞くんだって、あなたは自分ハッピーだ、なんかラッキーだと思いますかみたいな、うん、質問に対してラッキーだって答える人を取る。あ、なんか自分があのついてる、私はラッキーガールってはっきり言える人はやっぱ周りに感謝してる証拠でもあるし、うん、あ、こんなって教えてくれてありがとうっていうとか、なんで自分ばっかりとか、そういうネガティブじゃないから、うん、そういう人には運が来るから、そういう人を取るんだって本に書いてあった。だからやっぱそれなんだと思って、引きつける力って、なんかね、本当にラッキー、うん、ラッキーだと思う。それしかない。カズハさんが東京にいた期間って何年ですか？7年間。7年、一、うん、人でですか？もう友達ととかでもなく、もう全然もう全くつてもないまま受けたの。だってなんか後々私6年前でした、出会ったの5、6年ぐらい前です。お絵さんが経つ？あ、わかんない。6年経つかも。4年、5年、6年前ぐらいに初めて出会ったんだけど、うん、まあモアイをしてる現場に私がこうある一人の人に連れて行かれて行ったところにいたの。そう、私たちのモアイに遊びに来てくれた。でめちゃめちゃ美人な人いるなと思って、全然テレビとか見るけど全然詳しくなくって、うん、このローカルのテレビとかで、超この人綺麗だなと思って、あの山内ゆり子さんもいたの。山ゆりさん。そうそうそう、山ゆりさんも。あ、でその頃からの。そうよ、この二人超美人と思って、そしたらなんか失礼ですけどお仕事何されてるんですかみたいな話になった時に、タレントしてますみたいな、やっぱりもう違いましたって言って、オーラが違いましたって言ったら、で東京とかで私がこう内地にいる時見てたテレビとかのリポーターでしたっけ、そうそうそう、とかもやったりとか、ね、全国区のサスケはね面白かったよ。サスケのリポーター、やっぱそういう内地でしか学べないことっていうのもやっぱたくさんありますか？もうそればっかりなんだけど、やりがいを考えた時に、うん、沖縄ってやっぱすごい。そうなんですか、うん、やりがいとこのなんか伸びしろと、うん、あとなんだろう、みんなが興味を持ってくれる場所っていうところでのポテンシャルがすごいなと思って、とっても楽しい。もうやばい、聞きたいことがいろいろありすぎてなんかめちゃめちゃ勉強になる。すごい勉強になるんですけれども、はい、このままだと一気に聞いてしまいそうなんで、はいはいはい、実はカズハさんからリクエスト曲もお伺いしてたので、うん、まずは1曲お届けしたいなと思うんですけれども、うん、セレクトした曲がスキマスイッチさんの全力少年、うん、はい、そう、なんでこの曲選ばれたんですか？これね、今ね私第一マンというドラマに出てるんですけど、このオーディションを受けた時に、普通オーディション会場って静かなはずなのに、うんうんうん、かかってたの全力少年が、会場に。そう、それで、あ、ラジオがかかってたのかな、あれ、なんかかかってて、その時に私が喋ってる時に全力少年かかって受かるなと思った。あ、これ受かる私と思って、受かった。オーディションしたんですね。したオーディションしたんだっていうのにびっくりなんだけど、私カズハさんレベルだったらもう、いやいやいや、うん、もうその時にヘッポコな話あるので後で話すね。楽しみ。そうという思い出の曲です。その面接オーディションで背中を押された、はい、全力少年お届けしたいなと思います。じゃあ曲紹介お願いします。はい、スキマスイッチで全力少年。しかもライブバージョン。ライブバージョン、すごいね、かっこよくない？この観客のキャーって音とか聞くと鳥肌立つよね。いなくてもその場に。いい、ね、このうわ楽しそう。あ、沖縄大好きさん、こんにちは。本日のテーマ何ですか？だってカズハさん、武蔵さん聞いて、カズハさんへの、カズハという女です。あ、これがテーマでいいんだ。これテーマです。カズハの朝は早い。
なるほど。あってください、ね、なんこれなんでこれこうなったの。これ30分で1回切れる設定なんですよ。でもみんながコイン投入してくれたら切れないんで。あみんなでも多分この制度難しくない。コインって何。なんかコインを持ってる人たちがこうなんか持ってるって何なのかな。課金課金とかしてたりとかじゃないかな。そうなんだ。ありがとう沖縄大好きさん。コイン入れるの忘れてたーって。あー優しい。もう気持ちだけでありがたいです。あれカズハさんだだって。そうです、その沖ラブさん。あ沖縄大好きさん勝手に英語に。えすごい変換力。なぜ勝手に大好きラブにしたんですか。アカウントが沖ラブだからね。あそっち読んだんだ。そっちか、ね、ちょっとあのついつい出ちゃった。すごいっすね。5枚必要な。あでも3枚来てるよ。え、なになになに、どれどれどれ。もしかして。嘘、ありがとう。今度から最初に言わないとね。コインお願いします。コイン3月のアイミルキーさんからも、うん、こんにちはって来てますね。こんにちは。皆さんぜひぜひ。なんかみんな可愛いね名前ね。アイミルキーだってね。可愛いね。なんかいいな、欲しいな。私欲しいな。あ、間違えた。インスタライブ配信していいですか。やろやろやろ。何何やろ。音楽終わったら。すごい、思ってた以上にやっぱめっちゃ話が進むから一気に。ちょっと喋りすぎた。大丈夫。あ全然全然いいんです、全然いいんです。あ、ひかりー同級生。同級生、お邪魔してます。ありがとう。スキマスイッチが、スキマスイッチがありがとうって言ってる。同級生の方も綺麗。そう綺麗よ。しかもね、あの保育士の資格持ってるから。でもダンサーなの。うんうんうん。保育士ね。うんうん、モデルさん。あモデルさん。あでも事務所が違うってことですか。フリーで。フリー。あそっか、世の中フリーっていう選択肢もあるのか。マジ太ったこの2週間で。太ってくない。事務所入ろ。モデル事務所入ったらもう自然と痩せるよ。さあ周りが痩せてるから。あのさ、グルテンフリーしてたじゃん。あの時期のさ、へっぽこに上げてる写真見たらさ、確かにめっちゃ顎あるわけよ。今ないもん。確かに、なんかグルテンフリー2ヶ月ぐらいやったんですよ。グルテンすごい。むくんでない。そう、多分むくみだと思う。グルテンいいんだ。私はめちゃめちゃ良かったっす。また始めたいんですけど。飲み一度ねやっちゃうと。どうしよう、お米も。でも4月1日からする。だって明日はできないじゃん絶対。明日はなんかもうご予定が。明日はあのお泊まり会する。何それ超楽しそう。あのホテルの招待券もらったんで。うわいいね。どことか言ってる。どこ言っちゃう。どこで予定入かな。でもね、私もねちょっとね、あれ北中かな、一人で泊まりに行こうかなと思ってて。やっぱそんなこともするんですか、一人で。一人旅とか、一人のんびり、一人映画。いや男ですよ、男っすよ。モデルさんたちが一人で写真撮ったやつは全部男の人と行ってる。そんなことありませんよ。そんなことありませんよ。いいよ全然聞いて、あの全部答えた。全部答えです、全部知ってます。全部は知ってないけど知ってる。まあでも和葉さんはお誘いが多いと思います。ありがとう、そういうイメージ。それはいい女性だから誘ってくれるんだと思う。終わった。あ沖縄大好きさんすごいちゃんとメモしてるわ。今日のテーマメモしてくる、ありがとう。いいライブバージョン。ヒュ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 。はい、セブップスのヘッポコラジオ。セブップスマイコとカメラマンの鶴とゲストで崎山和葉がお邪魔しています。はい、お願いいたします。はい、もう曲流れてる間もずっとずっといろんなピーチクパーチク話してますけれども、ね、メールが届いてる。 ありがとうございます。あ、じゃあ鶴ちゃんお願いします。
舞子ちゃん、つるちゃん、ゲストの和葉ちゃん、はい、改めましてこんにちは。こんにちは。へっぽこね、へっぽこネームっていいね。かわいい。へっぽこネーム武蔵です。お、はい、本日のテーマ和葉という女ですが和葉という女、和葉さんはドラマや演劇、長瀬アイランド、演劇の長瀬アイランドの和葉さんの迫力ある演技が見応えあってとても良かったし、テレビで拝見してて MC 力はとても上手だし、笑顔がとてもチャーミングでとってもキュートで超絶美しくって、ドレスも和服も似合っててエレガントで超絶セクシーです。やまゆりさんと和葉さんの投稿を SNS で拝見して目の保養になって最高です。ありがとうございます。ラジオめっちゃ好きなので、和葉さんのラジオの生放送での MC 姿、機会があればぜひ拝見したいです、ありがとう。那覇ラジでの和葉さん、ゆりちゃん、サーキーさんのコラボレーション、まさに神回でした見てくれたんですね。ツイキャスから視聴してテンション上がりまくりでした、すごい。ありがとう。これね、さっき私が自分で送った。いやそんなことないですよねちゃんとヘッポコネーム武蔵さんからですよ。すっごい褒めまくりですね。ありがとう。すごい。ありがとうございます。すごい。嬉しい。でも今日はね、あの、私はもうゲストに徹してのんびりいきます。いやもうすいません、本当はもう和葉さんに回してほしいぐらい。いや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 、回せるから。私も MC 側じゃないんですよ普段知ってるねえ、前もって見たやつで知ってる全然違うんですよ。いつもしっかりしてるのいい、ね、セブプスで言うと七重ちゃんのはずなんですけれども。そうね、七重ちゃんね、しっかり、ね、柔らかいながらにしっかりしてる、あのバランスがすごい。ねえ、七重ちゃん、七重は偉いよ、出すぎないからね。あーすごい。私はね、ついつい出すぎるからね。行こうそこは行きましょう。いいんですかね。もちろんです。ありがとうございます。いろいろ皆さんからのメッセージ届いてるんですけども、はい、私ちょっとさっきのやつ話続き聞きたかったの忘れてました。何だったっけ。オーディションで全力少年がかかって、ね、そこであることがあったって。あ、そうそうそう。で、まあ、第一マンっていうヒーローもの、新たなヒーローものが生まれますっていうから、やっぱ特撮ものじゃ ん技持っていかなきゃと思って。え、考えてったんすか。で、私ができる特技が一つしかないわけ。はい。で、それが幼稚園生の頃にやっていたバトンで持ってきたなきゃ。え、あら、これね。あ、すごい、すごい。ちょっと見てもらっていい。これね、日傘持ってきたのかなと思ってたんですけどあ、バトンだったんだ。あ、じゃあツイキャス見てる方はツイキャスで。だからさ、バトンする人受ける。あのバトンって言ってもバトントワーリングのこれです。あ、すげえ。すごいすごい。あ、すごい、すごい。教室で男子があのペン5本指使って回すやつみたいに、そんな大きいのを指でこんなくるくるできるんですか。指揮者のマーチングとかで前に、そう、あ、吹奏楽でしたっけ、マーチングなんかありますよね。そう、バトンターリング、この指揮を取るのもこれで、あの、指揮取るの。すごい。え、それどのぐらいやってるんですか。これ、え、すごい当たりそう。幼稚園生の時の多分1年もやってないんじゃないかな。1年もやってないのにそんな堂々とやってましたって。なんでよく言いましたねでもすごい、でもくるくる回してましたね。いまだに回せるから。え、ちょっと、あ、それをオーディションでされたんすね。あ、で、するつもりだったのよ。あ、で、はい、はい、実は今日タレコミがありまして、え、何多分その話なのかな、つながってるかもです。あ、わかった。和葉さんのタレコミあります。はい、情報が来ております。和葉さん、バトントワリングの経験があるらしく、はい、第一マンのオーディションの際にバトンが必殺技とかアクションで使えるかなって、でそれまでにバトンをアマゾンで購入したらしいんです。はい、そうなの。やっと届いたって箱を開けたらリレーのバトンだったそうですものすごい間違い、しかもカラーで6本セット。ちょっとこれ山井さんでしょ山井さんだみんなで、みんなで爆笑してたら6チームまで作ってリレーできますって、はい、またお茶目発言してましたと。とてもしっかりしてるのにいらっしゃ、とってもしっかりしていらっしゃるのに、とんでもないのやらかしてくるので面白いですと。実はこちら花江ちゃんでございます。同じ事務所の後輩ですね。ありがとう。もう花ちゃん、花ちゃんラブです。花ちゃん、ちょっとちょっとそれダサいです昭和感じた。昭和でした今みんな、今日みんな昭和だもんね。そうそうそう。あ、嬉しい、ありがとう。そうです、このタレコミもありまして、そう、6本入りよ、びっくりしてあ、まあ、でもね、必要だからね、6本。でもさ、普通さ、そのオーディションに必要だからってことは、ほら、割と必要、急を要するじゃないけど、練習もしたいし、したい、注文して、沖縄ね、県外だから、やっぱわざわざ数日数かけて届いたやつが、
バトントワリングじゃなくてリレーのバトンだった時ってマーコもショック通り越して自分に怒りさえ覚えると思うんですよ。バトンでこうやってできるんじゃん。バカ野郎、できないですか。でかい、でかいでしょ。ただ届いたのが当日の朝だったから、あーもうこれはダメだと思って代用を考えたわけ。このリレーのバトンももちろん回せるかもしれないからチャレンジはしたんだけど、やっぱやったんだ。さすがに太くて無理で、ゴルフクラブ持っていった。それでやったんすか。それでやった。いや待って、バトントワリングほら先っちょに何もないし、そうでちょうどいい重りがいいじゃないですか。ってんのこれゴルフこれでしょ、長すぎるし回せなくないですか。片方にしか重りがついてないから、回した時にやっぱ片方長くなっちゃうわけよ。ですよね。上の電気にゴンって当たってすいませんって思ったんだけど、すいません今のでもしかして私ダメかもっていうのが一瞬よぎったけど、あ待てよ、全力少年かかってる、大丈夫、つながりました。そこで絶対受かると思ったら本当に受かったから、あすごい、もう私の守りソングですこれは。あそうだったんですね、うん、やっとつながりました、うん、全てが。ありがとうございます。またメール来ましょう今。あまたメール、ありがとうございます。普段メール来ないのに、やっぱ風葉さんパワーすごい、ありがとう。まいこちゃん、つる、まいこさん、つるちゃん、ゲストの和葉さん、こんにちは。こんにちは。いつもウィンウィン、あテーマが、うん、崎山和葉という女、はい、いう名の女正解正解、合ってる合ってる。和葉さんこんにちは、うん、いつもウィンウィンと安全第一第一マン欠かさず見ております。ありがとうございます。モップモッププーもっとまぶやで第一マンのオナガ大輔さんと、はい、すずちゃん役のリホちゃん、はい、松川リホちゃんとの絡みが面白くていつも楽しく見ております。ありがとうございます。第一マンチャンネルから見逃し配信も見ております。はい、ありがとうございます。和葉さんに何を質問しようか考えてみたのですが、第一マンチャンネルでオナガさんやゲストとして、うん、西洋氏浩二さんや比嘉さん、知念さんが動画に出られて撮影の話やペヤング大食い対決やってたと金太子大食い対決とたくさんされてますが、和葉さんが動画に出演されるとしてやってみたい企画はありますか。では最後まで放送ちばりよ、ありがとうございます。明日の放送楽しみにしています。明日の第一番が最終回なんです、ぜひご覧ください。嬉しい、いいですよね。 YouTube で全部見逃し配信追いつけるから、今日初めて知ったとか知ってたけどなかなか見る時間なかったって人はぜひ YouTube でご覧ください。ね、見てほしい。もう面白いよ1話15分なので見やすいかと思います。ね、その辺もすごく見やすかったです、うん、ありがとう。あと、うん、和葉さんほら女優やりたいって言ってたけどやっぱそういう仕事が増えてきたんですか。そう回ってきた。そして妊婦の役っていう、すごく嬉しい役で、7話8話、うん、ぐらいでなんかめちゃめちゃ暴言吐く、あ黙れ小娘みたいなやつですよねあれがもう和葉さん絶対言わないじゃないですか。ああいう、ギャップがすごかったね。もうあれにちょっとドキッてしちゃったちょっとド M 男子はちょっともう一回言ってもらっていいですか黙れ小娘それそれそれ言ってた言った。あれ気持ちよかった逆に言ってて気持ちよかったよ。どうですか第一マンのやつの、うん、企画ね。動画企画やりたいの。でもこのペヤング大食い企画やってた時に私ペヤング食べたことがなくて、うん、ペヤングは北海道限定のでしたっけ、うん、あ関西あどこ沖縄も最近なんだよね売り始めたのって。でも高いですよねあれ。あそうなんだ。ペヤングって高いよね。サイズもでかいよね。なんかでかいのあるよね。とちっちゃいの半分のやつと大きいのがあるんだよね。へー2倍。じゃあその大きいの食べてたんだと思う、うんうん、普通に食べたい企画とかじゃなくて大食いじゃなく早くないけど普通に食べてみたいからペヤングを食べてみたのやつやりたい。あーそういうことか、うん、あれってまだ継続してるんですか。もうまだやってる。あじゃあずっと続くんですか。じゃあ新しい企画としてさ、やっぱ和葉さん表に出るときはほら MC やったりとか、うん、結構しっかり役が多いので、うん、なんかあたふたさせたい企画でなんかさモニタリング系やりたくない。そうやりたい。ドッキリ系か絶対気づく。あとはなんかその気づく本当ですか。言葉の通じない多分英語も堪能そうだし韓国語もいけるでしょ。マイコ YouTube 解説しようで和葉さんを、ね、和葉チャンネルちゃいろんなドッキリ仕掛けるっていう。気づくんじゃないかな。そう、その点では私結構観察力はある
方だと思ってやばい、自分でだけどやりたい、めっちゃやりたいドッキリねえ、こうやってみたい、結構大掛かりにやってみたくない？それこそ浮気ってすぐ気づきません？浮気は勘です、勘、勘、あれ女の勘、マジですごいと思います。あれすごいよね、うん、あの感じだから多分ドッキリ分かっちゃうんじゃないかなっていうのはあるから、いやー、あーそうか、うん、ちゃうちゃう。いやでもなんかそういう企画ね、今後作ってもらったら見たい、めちゃめちゃ気になる。あ、花ちゃん、ありがとう、ありがとうございます。花ちゃんラブ出た出た出た、ダサいラブ出たあとねこちらもメッセージ届いておりますよ、はい、カズハさん、めちゃめちゃ大好きです、はい、あ、 ありがとうございます。ラジオ見学に行こうかな。あ、ダメだ、仕事だ。そうかってことで、いいよいいよ、エピソードを投稿します。はい、先日の沖縄マラソンスタート前にカズハさんを見かけました、うん、マスクしてましたがすぐカズハさんだと気づきましたよ。ありがとう、タジちゃんと一緒だったよ、うん、マスクしてても美貌は隠せないんだなって思いました。ありがとうございます。カズハさんを見れたので、うん、その日の沖縄マラソンは自己記録で完走できました。すごい、おめでとうございます。すごい。こちらメッセージくれた方がローソン沖縄商品スイーツ開発部の石川さんでございます、はい、すごいじゃないですか石川さん、ありがとうございます。ただですね、ごめんなさい、ちょっとカズハさんファミリーマートの、はい、ジャンルなのでファミマ側の人間なので接触はちょっと NG で、あのメッセージだけなら許します。ありがとうございます。見てもお声かけはちょっと NG で本当はねちょっとね、コンビニ名も出さんとこうかなっていう感じだったんですけど、ヘッポコラジオなんでここは行きましょう行きましょうありがとうございます。でもこれ以上の接触はなしっていうことで、なしですね、大丈夫です。ローソン側なんで、石川さんがローソン退職したら声かけられます。いやー、大きい決断だな。いや嬉しい。でも本当にすごい。あのフルマラソン走ったことある？ないです。あります。ある。那覇マラソン完走しました。いや、いけた。すごい、はい、すごいすごい。なんかさ途中でさ、はい、あれなんで走ってたんだっけってならない？あの人生を考えます。考える。私なぜ生きてるのだろうとか、そうなんや、考える。なんでこんなことを、でもなんか苦しいことしてるんだろうとか、あれっていうよね、ランナーズハイを一回経験したらやめられないって言ってたみんな。あ、それはある。まあ、すぐやめたよちょっと練習もあんまりしなかったし、終わった後も自信はでもつきますよね。完走したらちょっと嫌なこととか苦しいことあっても、いや42キロ走ったのに比べたらってそう思える。そうなのよ。マラソンって素晴らしいです、うん、本当に。そこを戦い抜いた石川さん、本当にあのブラボーだと思います。さすがカズハさん、優しいから。いやいやいや、もう嬉しいわ、ありがたい。あとね、うん、他にもメッセージまだ来てまして、時間許す限りいきましょう、うん、どうも僕です。あ、僕。カズハさんと一緒に歌った、うん、つぼみがめっちゃ楽しかったです、またお願いしますと。は、記憶にございますか？つぼみというとあれですか、小袋さん、小袋か、消えそうにだけ。お、一緒にカズハさんと歌った、歌ったの。あゆむさん、あゆむさん、ちぶぶ、違いますね。ガナハベースでしょ。違います。あ、場所はどこか書いてないんですけど、うん、ガナハベース。お、トモキ、あ、ゆっくり、じゃその記憶を紐解いて、歌ってガナハベースで、あゆむくんもいた。おいました、あゆむさんもいた。うん、トモキでもないんですよ。トモキでも、ヒロキでも、新規でもない。ガナハ、ガナベスタッフではございません。え、それこそヤースかな。正解。お、やった、ヤースだ。ヤースからメッセージが、ありがとうございます、ありました。また歌ってくださいと。はい、ヤースの話はもういいですスイちゃん、なんかヤースに厳しいんだよな。ヤースかな。そっか、ちょっと褒めたい言葉あったけど、じゃあ飲み込んでおくね、うん、で、そしてこちら、ギターピック出てきましたかと。出てきた。 WPY ギャラリーのアスカから。ありがとう、アスカ。あれおもろかった。出てきたっていうか、出してもらった、あの宝レコード店さんの。あれ裏返しじゃ出てきますよ。これはあれですよね、カズハさんが昨日ですか、インスタグラムにアップしてた動画、ギターを、アコースティックギターを買ったってやって、アコギって真ん中にね、うん、穴が開いてて、うん、アコギあるあるでピックが中に入っちゃうんですよね。やっぱみんな入るのかな、あれは。みんな入ります、みんな入ります。はい、やっぱやってた。 ある？え、それ普通に自分で取り出さなかったんですか？で、出なくて、ただ翌日すぐ弦も切れちゃったから、持ってってすみません、ピックも中に入ってますって言ったら出してくれたさすがと思って、もうでも一人じゃ何にもできないから、なんかこういうのやったら出てくる、裏返してやつだ、出るやつだけどな、出てこなかったな、おかしいな。そうそうそう、買ったの。どうしたんですか、なんで買ったんですか？それこそやっぱちょっと今こういうご時世でお休みが増えたわけよ、うん、私もってなって、何しよう、お、ギター弾こうって思って
買いました。へえ、ほら今、はい、ウクレレめちゃめちゃ周りに多いじゃないですか、うん、みんな、うん、清作さんはじめ、うん、その影響かいろんな人たちがで言う動画サイト SNS に自分の弾いたのアップしがちなんですけど、あれもいいよね。そう、であの独身ジェリー田中 KT もねやってたり、なんであえてギターなんか難くないですか。あ、しかもアコースティックだとネック太いし、ちょっと何にも分かんなくて、あ、もう思いつきでウクレレ持ったら似合わなかったのよ、あんまり似合わないなって思っちゃったの自分で。でギターもギターで目が合った子がいて これがいいです。すごい、なんかあれですね、今日1時間話して和葉さん意外と動物的な動物的かもしれない、か直感型ですね。本当にそうだと思う。へー、はい、面白い。アクティブですよね。そうね、めちゃめちゃ興味があるものに対して、うん、そうそう、それはね、なんかね忘れずに行こうと思ってる。素敵、好奇心と。それでだ、もうたくさんメッセージ皆さんからのあったんですけど、ちょっとお時間もお時間なので皆さんメッセージくれたありがとうございました。ありがとうございます。FM ナハ。こっちに来る。あんまりちゃんとしたのないんだけど。Your radio station。これ言えばよかった。OK な。はい、あっという間にエンディングでございます。じゃあ最後になるので告知関連いきたいなと思うんですけども、はい、小沢さん告知、うん、先ほどからいっぱいありましたよね。第一万、第一万と、あ、そうだね、たくさんリスナーさんから見てるよ見てるよとあったんですけども、まあ、ざっくり言うと第一万ってどういうドラマですか。ね、あの建設会社に働いてる人たちのドラマなんですけど、うん、あの第三事業部というところに私たち配属されていて、うん、ただ表からは見えないんですよ、その第三の本当の姿っていうのが。そこが実はそのヒーローが生まれた場所であり、あの裏であの安全を守っているっていう組織。いいですよね、あの設定が。その土地を建てる時の地鎮祭をやるんだけど、うん、それでうまくいかなかった時の土地がの霊が、うん、だから人間にちゃんとしましょうみたいなやつだよね。そう、移って人間に移って悪さをするのをやっつけるんじゃなくて返すんだみたいな、沈めるんだよっていう、あの設定がやっつけないっていう設定、めちゃめちゃいい。ありがとうございます。新しいジャンルだなと思いました。本当よね、うん、でなんかさ、道具も炭壺とか使うからこの現場で働いてる方たち特に痺れるらしくて、あ、やっぱ、ワードが来ると使ってくれてるみたいな。あのね、オープニングも木山商店さんが歌ってるし、うん、かっこいいでしょ。楽しみどころが多すぎて、うん、でその第一万が明日、うん、いよいよ、はい、そうなんです、第10話で最終回を迎えます。あっという間、ほんとよ。撮影どうでした。撮影はもう私はもうほんと楽しいことだらけで、うん、どっちかっていうとやっぱ楽なの、室内だから。そうか、あ、そうか、妊婦役だしね。そうそうそう、そんなに動かないし。そう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 、遠隔操作してる側なので。ああ、そうですよね。ただ、うん、一度だけ外ロケに行った時に壮絶さを知ってごめんねって思った。楽しちゃってごめんねって。私なんかまだまだだったな。いや、マジあのドラマ楽しい。ね、楽しいと思うよ。めっちゃ楽しい。本当に見逃し来てるからとかじゃなくって、うん、本当だって送ったじゃん URL、うん、もう一気に見ちゃった、楽しすぎて。あ、嬉しい。15分がもう、うん、とっても短く感じて、もう早く次見たい次見たい、でも1日でもあっという間にもう9話まで見ちゃったので、もう明日の最終回が楽しみしょうがない。楽しみ楽しみ、私でも楽しみ。あれ、ね、結局どう仕上がったのかなって見るのも楽しみだし、あのこのシーンいるっていうの結構撮ったの。そうなんですか。 それが最終回でどう生かされてるかとか、これまでもえこのシーン何に使うのっていうのが結構やっぱ綺麗に生かされてたりとかするのが、まだ出てきてないのがあるから、それが最終話に出てくるんだろうなっていうの感じ。楽しみ。このコメディ要素強いのいいっすよね、うん、オマージュばっかりだから、ね、ほとんどオマージュだって、あの
提供、この番組提供が入る時とかの、はいはい、後ろも映画のオマージュされたものだったり、 あのレモンとか持ってるからね。確かにあれテレビショーですよ。テレビショーっていういいの、ね、って言いながら持ってその辺も楽しめますので、ぜひ YouTube 動画に全て上がっております。まだ見てないって方はぜひチェックお願いします。加藤さん他にもありますか？あとは、うん、毎週土曜日朝10時25分からは、はい、ウィンウィン、みんな、はい、見てね。何でしたっけ、ウィンウィンなんかありますよね、ポージング、ウィンウィン、みんな見てねーです。そう、手振るだけなんだけど、みんなね、ちょっと3人、そうそう、あ、ほんとだいける？いける明日の、あ、じゃあみんな見てねーだけやります、うん、カズハさんお願いします。ウィンウィン、みんな見てねあ、緊張した、これラジオなのにだからさ、ラジオ手振ってます。ぜひね、和葉さんもあ、いろいろ活躍されてますので、うん、ぜひ皆さんチェックしてください。ということで、あっという間の55分、皆様お付き合いいただきありがとうございました。ありがとうございました。ごめんなさい、皆さんからのヘッポコお便り後半で紹介しようと思ったんですが、また次回はい紹介させていただきたいなと思います。次回もうじまた出ますか、いい来ていつでもウェルカムです。いつでも来てください、ぜひ。ということで皆さんお付き合いいただきありがとうございました。今日の放送終了後ですね、 YouTube に今日の放送まるまるアップされますので、うん、こちらもチェックお願いします。ということでお届けしたのはセブンプスキラキラドラムのマイコとカメラマンの鶴と崎山和葉でした。ありがとうございました。ありがとうございました。皆さん良い週末を。ツイキャスありがとうございました。ありがとうございます。ありがとう。あ、ランドゼイラーって書かれてる。おー、ランドゼイラー出た。よいしょ、出たな。ありがとうございます。いやすごい、あっという間だったね。もうあっという間で時間が足りなさすぎました、意外と。ほんと曲結局